なんかすごい面白くなってきましたけども、先生、ビッグヒストリーの話を見ておられるということですかええ、これね、おとといにカ、ね、ル<え>ザーで講演してね、みんなね、ええ、びっくりしたわけや。というのはみんなね、業界人だからね、いかにね、半導体作るかっていうね、であの、何年にどうなって、何年にどうなってみたいなこと言ってるけどね、あるいはこれ、この前言うたけどさ、あのアメリカ・インディアンはやね、 なある部族やね、7世代先を見据えて、えー、計画してるみたい。7世代先って言って175年先で、そんな先はないんやって僕は言いたいわけで。あだって5年先があるかないか分からんような時代にった。で、シンデライティが起きた後、まあ、29年、仮にシンデライティとしてよ、ね。その後ももちろん人間いるんですよ。ね、で今言ったら無限大になるっていうこれは無限大にならないでしょ、当然。ええ でその後も世界は続くでしょうよ。ね、どうなるかって言ったときに、人類がどうなるかっていうのが興味あるとこですよね。ねで,で、人類進化、まあ宇宙人も入れてですよ、ね。この知的生命っていうのはね、どうなっていくかっていうのは、大きな2つの見方があるっていうわけよ。がね,ね、拡張主義、拡大主義っていうのと、ね、もう1つは縮小主義というのがあると。ねね、で、拡大主義とは何かって言ったらね、 この人類はね、宇宙に飛べていくと。はい、で、地球の全エネルギーを使うね、カルダシェフのタイプ1文明になり、で、そのうちにね、これじゃ足らんからっていうので、大ン球を作って、あの、タイプ2の文明になると。うん、で、それでも足らんからっていう銀河文明、タイプ3になるっていう,うな話があると。で、これを拡大主義というと。で、これは前ね、そういう話をしたんだけど、 こういう考えはね、僕ね、1980年代のね、大きいことはいいことだ的なね、あのノリじゃないかって気が僕は今しとるんですよあ。ちなみに全くね、違う、面白い話、ちょっとだけ言わせて、うん、この大尊級の話。えー、あのね、大尊丘のかけらがね、破片がさ、地球に飛んできてね、 最近それを通過したと、オムアムアっていう話してる。ああ、この前ね。オムアムアは分かってますよ。前やりましたね。なんか、変な形した。変な形で、こんな格好したのがくるくる回ってるわけ。星なのか、作ったものなのかみたいな。でね、ハーバードの有名な天文の教授がやね、宇宙船だって言ってあけん。ね ところが、その教授がね、今、ちょっと意見変えたんね、うん、あれはね、宇宙のどっかの大損球の破片だっちゅうんおその話、<お>初めてですね、ここで出てくるの、うん、あのね、大損球っちゅうね、ギジッていうのは、こんな球を作る、じゃないんよ。こんなもん、<生>はい、作った潰れに決まってるんだ、はい、だから、この小さなものをですね、たくさんこう、軌道運動をさせるか、あるいは、この高圧、光の圧力。 ええと重力でバランスさせるか。前回、うん、だからそのリング状という話は出てきましたね、うん。それはね、リングワールドやけどね、そうつないでもだめない、バラバラって<ー>こういうあの細長いものをですね、ええ、あの浮かべると、あの,あ<ー>の圧力と重力でバランスさせるか、あれ、軌道運動させるか。ええ で、そしてエフェクティブにその星を囲んでしまうと。はいはい。ところがですね、この文明が滅んだとしますと。そうすると、これをもうね、ケアするね、宇宙人がいなくなりますよね。えー、そうすると、これは壊れますよねって、えーあの。例えばね、隕石がぶつかったりして、ねえー、で、まあ、彼はちゃんとエスメイスで何十万年経ってはどう壊れるかっていう計算する。お で最終的にはね、その破片がね、どっか飛んでいくかもしれんちゅうわけよ。えー、で、それがたまたま地球。吸、まあ、い込まれるかもしれませんしね。いや、まあ、いろいろあってね。本当に一つが地球に来たんだっていうことは彼が言うてるんだけど。<ー>ま、いや、まあ、まま、それは拡大主義で大尊敬があるとすればそういう話があると。えー、ところですね、この前にティアルド・シャルダーンの話をしてや、ね、コメンテンの話をしたわけですね。で、これはあのあの世界ちゅうものはですね、 この複雑化の方向に向かっていくと。ええ、目的進化だってから言うわけよ。ええ、これはね、あの、アリストテレスが、因が、原因にはね、4, つ4種類あると言ったわけよ。ええ、で、一番最後の原因がね、あの、これは目的因というね。ええ、この目的に向かっていくと。で、現代ね、科学はこ,これはね、使わないね最初だけ使う。はい、は,いはいはいはい。目的因みたいなことはないって,って言ってるわけよ。 だけど、まあ、その、ティアルド・シャルダン、いや、そうじゃないの、目的なんだって。まあ、ね、彼、牧師だから、神、神のね、目的っていうのはあるわけじゃないですか。で、で、それは、まあ、要するに、で文明、で、彼はね、神、彼は神と言ってるんだけど、別に神じゃなくてもですね、要するに、複雑化の方向に進化していくと。<ー>で、そうするとですね、だんだん小さくなっていくと。で、集積していくと。広がるんじゃなくていい。 で、それがオメガ点なわけですよ、最後、うん、まあこれはねあの、ティアル・シャルダーの意見だけど、もうちょっとね、現実的に考えてもね、僕はね、我々がそがコンピューターの中に、いわゆるマインドアップロードね、うん、と考えるとする、カツサーなんかそう言ってるんだけど、で私はね、うん、そうすると宇宙に出ていくみたいなことはやらないでや、ね、宇宙に出ていくのは危険じゃないですか。 そんなことはやらないで、そのコンピューターの中に、ね、入り込んで、ね、いわゆるバーチャルワールド、メタバースですな、ね、その中で楽しく過ごした方がいいんじゃないかと。<laughs> でね、これね、一つの証拠があって、ねあの、フェルミパラドックスね、えー、なんで宇宙人が来ていないかというパラドックスなわけですね。えー、でですね、僕は思うにはね、宇宙人も我々もや、ね、そんな外へ飛び出していくみたいな無駄なことはせんと。えー だって、この内側に閉じこもって楽しくす。このね、コンピューターの中にはね、天国、平文があるのにはね、なんで危険な宇宙飛びしていかないかんねって。ね。だって、放射線いっぱいボンボン飛んでくるんだからね。だから、宇宙人も同じようなことを考えてですね、要するに、外に対する興味をなくしてしまうと。で、閉じこもってしまう。で、これをね、私は、まあ、これ、縮小主義ってんだけど、 引きこもり。<laughs> 引きこもり主義と。うん、だから、これか、ね、人間もね、人間、引きこもり人間が多くなってきたのは、あれね、文明が進歩してるからなんですよ。<おー> <laughs> だってね、野蛮な、というか、もっと昔やったら引きこもってられないでしょ。うんうんね、なんでかって言って、そんなことしたら死ぬじゃないですか、食べるものが。<laughs> で今ね、引きこもれるっていうのはね、余裕があるからでしょだからひ、引きこもってる人っていうのはね、時代の最先端に行ってるんじゃないかなと思うわけよ。まあ,あの、コロナでね、一気に巣ごもりが増えましたけどね。巣ごもり、巣ごりい巣ごもりと引きこもりってちょっと若干には <laughs> <laughs> だけど、そういう、あの、コロナ禍が終わって、またやっぱり野獣の世界になりつつあるでしょうけども、だけど、半分ぐらいの人は、その、 家にこもる生活がいかになんか楽で楽しいかということを分かってしまったんで、あんまり出なくなってしまったという人も多いかもしれない。も私もそうですけど、えー、人類文明の、ね、生き方の2つの方向性があってですね、うん、さっき言った拡張主義というのは、ね、リア充で、引きこもりの方はバチャ重ね。だからリア充対バチャ重の世界観があるっていうわけよ。えーえー なるほどまあ、両方ね、極端な人もいれば、どちらも、まま、マージナルな人もいてという感じが <laughs> でそれに関して言えばね、ねこれはねあの、これ、バナールの話したから、前ね。何の話でしたっけか ?J.D. バナールの宇宙に悪魔。ええ、あはいはい。はいはい、前回出ました、前回出ました。うん、いやだけど、あんまり説明なかったですよ、それの。そうか<え>そ。その話をずっとしてたっていう話でよ、ね、てく 宇宙、肉体、悪魔っていうのが何でしたっけ人間の精神的なあの、ね。宇宙が、これはバナールという英国の物理学者が、はい、1928年かなんかに書いた本なんだけど、はいあの、宇宙というのは宇宙植民党を作って人類はそこへ出ていくという話。はい、で、肉体という章は人間が肉体を改造すると。 脳だけをですね、円筒のシリンダーの中に入れて、はいで、脳と脳は電線、当時はインターネットないからね、電線でつなぐと言ってるわけ。でね、悪魔というのは何かというとね、これね、人間ってね、邪心があるじゃないですか、ね。えー、これが悪魔なのよ。これをね、なくさん。んこれ、この前の丸山さん,んさんとの話もあったんやけど、リアルな人間っていうのはね、欲望があるとおっしゃって。えー ね、これが邪神なわけやえ、ね、悪魔なわけや、ね、で丸山さんの話はねこの悪魔を取り去ってね高潔なね,あのね事故まあ、えー、ねバーチャルな仮想人格これは高潔な、えー、あれであの疑似事故とおっしゃってましたねな、うんでって体ないから欲望がないからね、えー だから悪魔退治したのがこの疑似実行なわけ、ええ、これは肉体悪魔の部分ね。で、さらに。理性的精神の敵と、敵についてっていう、こう、副題がついても副題というか、ア、うん、イドルの一部がそうなってますね、うん理。理性的精神の敵が悪魔なんですよ。うん、えっ、ー、と、三つともじゃないですか。宇宙も肉体も悪魔も。いやいや、特に悪魔をあの退治せんといかんと。うん、だからそれはだから邪神。 最後に猫呼ぶことを言ってるんだけど、ほんで、そうなった、うん、精神はどうなるかというと、宇宙へエーテルのようにね、拡散していくだろう、みたいな <laughs>、うん。これね、カーツワイルの考えと非常に似てるわけです、ね。おー、えー、えーえーあの、宇宙が、えー、知性で満、うん、たされるみたいな言い方されてますね、うんうんで。で、さらにですね、 バナールはこういうこと言っているんで、全人類がそうなるかといったら違うと言ってる。あ<ー>で、そういうふうに、ね、精神に,に,になって飛び出していく、つまり馬車中的なことをする人間と、いや、リア獣が大事なんだつ、えー、まり人間の,、ね、この普通の生活が大事なんだという2つのタイプに分かれると。まあ、普通というよりか、宇宙旅行とかも含めてですね、宇宙旅行する人間ですよ。えーで うん、バナールは科学者だから、科学者はエリートであると思ってるわけよ。えー、で、科学者が、ね、バチャ重の世界に生きやね。で、普通一般の人はそのままの,あの普通の人類でとどまると。まあ、神主みたいなもんね。彼はこれを田園牧化主義と呼んでるね、えーうん。ところがね、今になって思うとやね、これは今のね、バナールの話は、 ねあの、ニュース世紀の初めの話やけど、今ね、僕はちょっと違うと思うよ。この、まあ、エリートっていうのが何かってことね。ね。で、バナールにとってエリートとは科学者ね。で、ところがね、まあ、僕もね、菅先生も科学者やけどね、そういう意味ではエリートじゃないわけよ。だって彼がないからね。うんうん、エリートは誰ないって、エリートのトップは誰ないって、それはね、イーロン・マスクじゃないですか。<laughs> 彼が真っ先にね、そういうふうにね、 だって彼ね、ねニューラリンクシア作ってさ、で、自分が真っ先にはね、そういう、あの、トランスユーマンになろうとしてると僕は思うのよ。うん、いやだから、あの、現在のエリートっていうのは超金持ちです。うん、で、まあ、その診断だんだんね、それがね、広がっていくか、つまり、そういう、あの、 具体的にどうするかって言ったら、ね、ここに穴を開けて、コグピチをけて、で、超知能と連結することによって、自分の知能を、まあ、格段にあの向上させるという生き方でしょ。で、で、で、そういう馬車中の世界というか、あのメタバースにもうそのまま入り込むあの。この前の映画ありましたよね。うんうん、エリフェラルか。あれよね。うんまあ、あれは、ね、入り込んで だ先がリアルな世界だったんだけど、2002、えー、何年か。2 1、うん、0 0年とかですね。1 0 0年ぐらいね。だからむしろマトリックスの世界なんですよね。うん、だから、あれはまあね、SF だからで。僕はその潜り込んだ世界が、現実の世界じゃなくて、バーチャルな世界だけど、それがリアルと思えばもうリアルだと。あまあ、アップロードも近いですよね。アップロードです。 なるほど。え、で、うん、本来何でしたっけなんか、何度もそううと。縮小主義というのがあって、ああそうですね。創、ええ、的に言えば縮小主あの、その、オメガ点っていうのはある意味ね、最終の縮小点なんですね。で、小さいけど、ここには無限の複雑性があって、実はこの中にですね、このすごい世界が入り込んで、構築されてるわけよ。だから、文明の終局点がオメガ点で、うんうん ね、これは、まあ、昔のね、シャルダンが、ティアール・ド・シャルダンが言ったんで、今流に言えば、これはスーパーコンピューターの中にあるわけよ。それがもうすぐやね、実現すると思うと、<laughs> ね、楽しいじゃないですかという話。なんかさっきね、えー、と人口がこう、増えてきているという話がありましたよね。うん あれで、だけど、それは最後の方は無限に発散するんじゃなくて、えー、立ちるという話でしたけども、はいはい、あれってもしかしたら人口じゃなくて、縦軸って知性の総量みたいな話じゃないかなという気がするんで <laughs>、まあ松田先生、そういう言い方よくされてますよね。で,<や><あ>でもね、ねいや、各人、それでやね、人口と知性が比例したらね、知性も立ちるわけ。え、ね だけどね、だけどね、一部の人間でもね、ね、ええ、知性が発散すればよ。ええ。ま結局、知性トータルとして発散するんじゃないかな。ええ。で、うん、私が思ったのは、そこでいう知性っていうのは、人工知能も含むと。あ、もちろんもちろん、人工知能が発散するんですよ。ええ。人工知能が発散するから、だからその、発散するんじゃないかと。<laughs> 2029年にやっぱり知性の総量を縦軸に乗るという考え。 ただ知性って今まで人間しかなかったですから、うん、人間の人口でしかも人間の数と割と比例したんじゃないですかほぼそう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 。知性の総量は。うんうん、えだから人間の人口っていうのでブロットしていくっていうのが知性の総量に相当したのかなっていう感じがしま、うん、今までやねえ。だからまあ人工知能で発散して。 我々の生活は29年に劇的に変わると、シンギュラリティを迎えると。ただ、生活とか社会自体はそんなに変わるもんじゃないから、我々、うんね、は本として楽しく過ごすんだと思いますけども、うん、バックグラウンドにあるなんか科学技術の発展みたいなものからは、まあ人間は関連しなくなってくるか、あるいは人間自体も、あの、機械人間になって、ちょっと変わっていくとしても、うん、それはそんなに、 す短い期間では起こらないような感じがますね。10年、20年かかって、トランスヒューマンです。そういうのになっていくのかなと。でね、これに関してもう一つね、話したいのが、あの、えっと、アーサー・クラークの、アーサー・シー・クラークの<っ>、地球4年期の終わり中いう SF があってっ。それ、次、次取りますかえ 今、次、いや、次でもいいですよね。ああじゃあ、ちょっとここで一旦、えっ、ー、と、その話は次ということで、一旦止めたいと思います。なんか、えらい話盛り上がってますね。うんうん、<laughs> やっぱりこう、あの、そういう収束点が近づくにつれ、あの、いろんなことが起こるから、あの、とっても楽しい時代にでは生きていると。<そう> <laughs> いうことなんかもしでまたね、それができるようになったのは、この山のにね、いろんな人が書いたペーパーをね、ね <laughs> ジェミニを使ってね、<laughs> 見やめるからですよ。なるほどえ。じゃあ、話続くということで、ここで一旦終わりたいと思います。